はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。というわけでね、前回から島に向かっております。いやー、まさかこんなに近いとは思わなかったな。想像以上に近かったですね。そしてちゃんと私の目的地のパーポスルーム。あれ違う、あれじゃない。島の向こう側だ。ルームがあるのは。なのでそこを目指したいと思います。とりあえずもうシーグライル接近しよっか。もうここまで来たらめんどくさい。キュイーン。ウォー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 。どっから入るに上陸するんだっけ？右だっけ？あ、これも拾っとこう。リチウム。リチウムもなんかなんとなく必要だったと思うんで。あ、でっか！ロボットで取るやつや、これ。ここだ、ここから上陸できるんで。いよいよ上陸でーす。素晴らしい。めちゃくちゃスムーズだぞ。前回よりもスムーズだぞ。もうだんだん覚えてきてるね。固定マップだからだとこうなるからね。あとは資源の材料ってなんだよ。資源の場所とかも覚え始めたらもう無双状態になっちゃうんだろうけどね。ランダムマップがいいな。そうしたらランダムマップだったら楽しいのに。ほら来た。これですよ、これをスキャンしに来たわけですよ、私は。リビングウォール。壁ですね。あ、これあれだよ。内側から見ないと意味ねえわ。このウォール。草が生えてるんですよ、確か。え、こっちってカニさんおらんの？カニさんおらんの？俺カニさん前倒した記憶あるとこ、これ。ほら、来た！ほらよっと。行って！倒した。また悪い場所で倒したな、おい。うわ、生きてる。びっくりした。どっか行っちゃった。マジびっくりした、今。もう全然倒したもんだと思ってたし、これ何？グローベッド。エクステリアグローベッド。あ、外に置く、これ。あ、こういう感じですか。なるほど。突き刺さってた。で、これもね、チャイニーズポテトも取って、で、これは確か切らないといけないんだよね、メロンシードは。割れてない、いった、種。これが重要なんですよ。あとこれね。これで俺は生き延びるからね。素晴らしい。で、これがあればね、食糧難なんて起きないですから。これはちょっとバランス崩壊させるアイテムです。両方容量を守ってお使いください。あとこれマルチパーポスルーム、これ重要。そうだ、アップデートであれだね、新しい建物も増えたっつってたね、あと1個。最後の何かが増えたって。いや、これプリ。かわいいんだけど。あ、デスクもスキャンしとく。インテグレート、インテグレート。言えない。インテグレート、ニュー PDA データって言ってると思うんだけど。インテグレート、ニアブループリント、スポットライト。あれ、これどうやって上上がりましたっけ？上がり方あったと思うんだけどな。フラッシュライトとかないかな。どうやって上上がるんだろう。お、今なんかすんげえジャンプしたぞ、俺。バグだと思うけど。あっち側から回り込むのかな。お、バルクヘッド。バッテリー大丈夫だよな。あ、もう持ってきたから大丈夫だ。スキャナーのバッテリー切れとか笑えないなとか今一瞬思ったんですけどね。しゃがんだりできないの？あ、中から行けたりしないね。外からおとなしく上がりましょう。多分これが正規ルート。ああ、これそう、こうやってね。おお、危ない、落ちる。おい、蹴っ飛ばさないで。ほいっと。ああ、それか。マイマイ。他には何もない。はしごももう覚えてるらしい。お、いいね。何？バッテリーいいね。あれ？ PDA データ。あったあったあった。見てくれ。PDA データ。ちょっと普通に読み上げちゃってる。インテグレーティングニュー PDAA データみたいな。こっちの上上がれねえのかな、こっからは。俺も必要な食べ物持ったよ。持ってね。ランプ持ってね。上にも生えてたっけ、ランプ。生えてないな。生えてないな、ランプ。取るか。ランプ生えてねえわ。こっちで取らないともう取れないわ。あー、中に生えてたわ、ランプ。忘れてた。あっちの建物の中に生えてた気がします、確か。一番奥に。忘れてたな。まあ、いいや。で、登山します、登山。1個目があっち。おっと、危ない。こうかな。ほいっと。次こっちかな。おう、オーロラ号。やっぱ近いね、結構。それとも慣れたから近く感じるのかな。そういうのあるよね。よいしょ。あ、落ちじゃない。落ちか。落ちない、大丈夫？よいしょ。お、水だ。ありがたい、ありがたい。やっぱりあった。もう、あると思ったよ。よいしょ。これも一応取っとく？スキャン。エイリアンライフフォーマーズ。これ取れるのかな、この草。取っても意味ねえよな。インドアグローベット。これ重要なんでね。これでいろいろ育つんで。よいしょ。素晴らしい。あ、これも。この部屋もスキャンしとかな、忘れてた。こんなもんかな、ここは。よいしょ。多分もうここないでしょう。あ、あった。よし。 PDAA データ。次あっちへ行きましょうか。うわー、やば、落下ダメージあった。ほんとこのゲーム終わってるよね。ジェットパックみたいなのないかな。プシュプシュっつって飛んで。見えねえ。こいつは参った。全然見えない。いって、落ちた。あららら。は？どこだよ、ここ。落ちすぎにも程があるだろ、おい。マジかよ、全然見えねえじゃん。ライトが欲しい。ライトが欲しいな。リチウムいっけ。もういっか、あっちが行かなくて。めんどくさくなってきちゃった。レシピ探すのがいい気がするな。もうとりあえず必要なもんは取ったんだよね。マルチパーポスルームも取ったし、オブザーブも取ったし、あとはなんだっけ、ランタンも取りましたし、あと何が必要なんだろう。何がスキャンできたっけ。あと覚えてないんだよね。そして登り方が暗くて見えなくてわからないっていう。どこに登るかも分かんなくなってきて、やべえな、これ。諦めて帰るか。これ間違ってる気がするし、俺。穴の中入ってるもん。あ、俺負けや、あべや。やめよう。オーロラ号帰りましょう。オーロラ号は帰らないけど。あっち帰ろう。俺の拠点に。ん？そっちすら逆サイドかな、これ。逆サイドっぽいね。マジか。逆サイドか。ってことは、うちランタンツリーがあって、あれこれあれでしょ、居住区でしょ。でここら辺にねグローベッドがあった気がするんだよ。これか。あ、PDA 出たらこれまた拾えないやつやん。前もあったよね、拾えないの。このあ、全く前と同じ場所だ。やっぱ固定だね。全く同じ場所にありました今。よし。でこちらになんかあれがあった気がするんだよな、農園みたいなの。見えないからわかんないね。見えないからわかんないの。いや。あ、オーロラが見えてきたんで帰ろう。飛び込むぞ。食べ物持った？持った。オッケー行こう。レッツゴー。多分上の方が歩くの早いから先端まで行けるなら。うわ飛び降りちったもん。はい行きます。もうこれでガンガン飛ばしていこう。波江ね。よしこれでさ、あのさ、あいつに俺ガシャって食われたら一発アウトだよね。そんなフラグじゃないんですけど、嫌な予感しかしね、この距離。オーロラ号めっちゃ近い。あ、もしかしてこのさゲージみたいなの右側に出てるんだけど、これってバッテリーかな。下のパワーしか見てなかったけどさ、なんか渦巻きで上に向かって斜め上に上がってってる。右側にこのなんていうマップみたいなやつの右側にね。もしかしてこれあれかもね、バッテリーの量かも。そうだとしたらすごくありがたいよね。ちょっとだけ深く見てみたい。特に理由はないけれど。うわカク。インベントリー3つまで拾える。なんかこの辺なんか面白いの落ちてないかな。でも一旦帰りたいな。帰ってマルチパワーポスルームで育てたいよね何か。あそうだ、デンジャラスクリーチャーアップデートがあったから、デンジャラスクリーチャーどっかで。うわびっくりした、出てくる可能性あるんだよ。忘れてた、完全に忘れてた。そのリスクを全然考慮してなかった。のんびり泳いでたわ。何？ショートレンジスキャンサジェステッドディスグラッシーバイオムサポーツエクスペンレーショートスキャン。スキャンってどうやんだよ。スキャンなんか知らねえし。ライトショートスキャンとかわかんないもん。これちゃんと地形出てるんだね、これ真ん中に。それがありがたいのかどう使えるのかは分からんけど。いやー帰ってきたけど、グローベッドとかどうする？ちょっと待って、お前バカか。ここ俺っちだぞ。なんで俺っちに向かってくるし。くれてやるからどっか行ってくれ。いなくなっちゃった。嘘だろ、俺の家まであいつついてきちゃったよ。バカじゃないの。くれてやるから。おめっちゃああいう感じなんだね。面白いね。へえ面白いけど置いちゃ悪い場所に置いちゃった気がする俺。まあいいや。あそうだ、なんもないんだ今。しまおう一回。水中コンテナ右クリック。これ読まないでやったら痛い目に遭うから右クリック。 OK で、あいつマジどうしよう。こいつ倒さないと無理じゃね俺。邪魔すぎるわ。嘘だろ。やばい見えない。やばい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 。ちょっとちょっと当たってんのかこれ、当たってんのかな。逃げてると思ったわ。俺の家に向かって帰ってっちゃった。そこ俺の家だからね。まあいいや。どうしよっかな。鉄欲しいな。鉄いっぱいあるから中に。つかマジここ困る。ここにいるのマジ困るから。ダメージ入ってないんじゃねこいつ。でも倒せたよね前ね。あれもうこいつ倒してるの見たことないかも。飼いならしてえな。やべえじゃん。俺のところに住まれちゃったよ。マジ迷惑。迷惑。よいしょ。ガラス。ガラスないな。まあいいか。違う。5番。これでいいか。こっちじゃない。あっちにする。よいしょ。あっ繋がんねえよなこれ多分。しまった。こっちだわ。いや俺だ。よいしょ。入り口グラスがない。グラスこれってもしかして拾えるの。あ、使い捨てじゃないんだこれ。なんだいいね。使い捨てだと思ってましたよ。4つぐらい。とりあえず簡易拠点を構えて、それからですよ本番は。いろいろ集めていかないといけないっていうことになってピヨピヨいってる。よいしょ。お、斜めにつけられる。あ、これどこでもやっぱつけられるのかなこの場所全部。あ、そうだこれつければいいんだ。クォーツ2個。これで水抜きできるんだ。いいね。いいじゃん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 。すげえじゃんって懐かしい。バッテリーがないです。クォーツ左にもあったけど左のはいいや。もうちょっとレシピを探しつつね。バッテリーチャージャー欲しいんだ俺。バッテリーチャージャー欲しいんだよ。どっかバッテリーチャージャー落ちてないかな。場所覚えてないんだよなもう。前の場所。クォーツね。まあないよりはいいけど。レシピなくね今回。なんか今回全然拾えてないぞ俺。散らばったかな広範囲に。いらないのばっかりだもんね。いらないのばっかりですね。レシピが見つけきれてないな。バッテリーチャージャー見つかればもう確定つか神なんだけどね。とエアなんとかであれが使い捨てなのかを確認しないとな。浮上できるやつ。使い捨てじゃなかったらどんどん使わないっていうね。このゲーム意外と使い捨てじゃないのが多い気がしてきた。シルバーがいいね。レシピがないな。ゴールか。人間というももうすぐいっぱいになっちゃう。まあでも鉄拾ってたから確かあれを捨てればどうにかなるんで、とりあえず探索しましょうか軽く。本当にないんだけどレシピ。どうしよう。つらい。それはつらい。これいらないからいいって。もう帰ろう。お家帰ろう一旦。あ、ここ後で来なきゃ俺。ここ何かのレシピあったよね、この周り。あ、方角わかんねえな。ここもうやろう、今。今やろう、ここは。次帰ってこれるかわからんから。うわ、20分なってる。というわけで、今回ここで一旦終わりにして、次回ここをちょっと探索しようかな。ね。というわけで、動画の説明欄にプレイリストありますので、よかったら使ってください。あ、やべえ。まさかの水分がない。あった。ラッキー。で、あとチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。せしかでした。